上野公園にちびっこ忍者が集まりました。今日から2日間上野公園で伊賀上野忍者フェスタが行われています。これは三重県伊賀市が忍者の里として知られる伊賀上野の忍者文化や観光の PR をしようと、同じ地名を持つ上野公園で初めて開催しました。会場では様々な忍者体験ができます。まずは衣装。期間中先着200人の子どもたちは忍者の衣装が無料で借りることができます。忍者の格好に扮した子どもたちは会場で忍者ショーをはじめとするステージイベントや本格的な手裏剣投げの体験などを楽しんでいました。世界中の人が忍者っていう言葉を知って日本にインバウンドでね来てくださってるんですよ。ですからいろんな国の人、いろんな世代の人をね引きつけるそういう力があるっていうことをね改めて実感してますんでね、そういう魅力をねそれぞれまた伊賀上野にやってきていただいて見つけていただくっていうのがいいのかな。入場無料のこの催しは明日も午前10時から行われています。